はい、どうも、ジュリアスです。バトルフィールド2042やっていきましょう。今回はようやく56レベルで解放したソフラムですね。ターゲットインジケーター、標的にレーザーを投射し、味方が様々なスマート武器を使って指定された同一ターゲットにロックオンできるようになる。まあ、スマート武器じゃない ようなやつも、M5 無反動弾がね、ロックオンできるようになって自動追尾して、結構ね、ボルトとかも鬱陶しいから、これでね、どんどん撃退していこうというやつですね。で、ブレイクスルーならではの戦い方として、まあ、ブレイクスルーはちょうどね、その戦場に、相手の乗り物が来てくれるから、まあ、狙いやすいっていうのもあるし、ブレイクスルーならではのセーフポイントがね、近くにあって、直前までね、そこに入れないから、進軍してこないとね。それで安全圏からソフラムをずっと照射し続けるっていうことができます。まあ、たまに狙撃されますけどね。スナイピングポジションと似てるんで、カウンタースナイパーが狙うようなところには行っちゃダメですって。スナイパーがいないようなところから、草むらから隠れて狙いましょうというやつですね。かなりね、戦場に一人いれば強いから、皆さんもね、誰か一人は使ってみてください。ということでね、そちらの方をご覧ください。どうぞ。まだ始まったばっかりなんですけどね。カレイドスコープの、ブレイクスルーで、私はソフラムを手に入れたんで、こう、味方の援護をしないと。いってー、砂だ。怖えな。とりあえず、アンチアーマーで、いらないのは、そぎ落としといて、ここをちょっと縦にして、痛いね、スナイパーちゃん。ほらほら、ナイス。私がひたすらスポットをしてあげようというパターンですね。これでスポットしつつ、味方のアシストをもらうと。おほほほほ。ガンガンアシスト入ってない。この辺で倒れたら全部私のアシストポイントよ。それも面白い。ほら、向こうから来てるぞ。砂には撃たれないよ。砂には撃たれないように常に動きつつ。ヘッドショットでね、一撃でやられないように。目標アルファ2、攻撃を開始する。行こうぜ、アルファ2。ここからじゃちょっと遠いな。あ、同じソフラムちゃんいるやん。私ちょっと、じゃあ場所変えよう。で、後ろにいるだけじゃあれなんで、アンチアーマー投げて、敵のね、乗り物をちょっと攻撃、チクチクしますと。サンダースにはね、こういう戦い方があるんですよ。おい、いるぞ。建物の上からまあこうやってもいいんですけど、ヘリに格好の餌食にされるから、ちょっとね、こういうマニアックなところの方がいいんですよ。いってー、砂だ。そんな時はアンチャーマー。上もいるな。どんどんスポット経験値入ってますよ。5、5、5、5、5、50、50、5、5、5、5、5みたいな感じやもんな。いやいや、なかなかいいですね。いや、癇癪って、まあ、スポッターっていうのはスナイパーにもついてるんですけど、基本ね、スナイパー、ドーンって跳ね上がるから、敵に当たったかどうかわからないんで、西洋諸国ではね、スポッターが必ずつくんですよね。で、スポッターか風向きとか。いた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 。ついに何者かに私は狙われだしたぞ。そんな時はアンチアーマーで撃退。まあでもね、どこにいるかわかるから、かなりありがたいっすけどね、誰かやってくれると一人でも。まあもちろんこの一面側しか見れてないけど、やべえな、C5 ドローンがあんなとこにいるな。
C5 ドローン撃ち落としてあげようか。 OK。 あ、こういうねこういう役割もありますね、ソフラムには。いやいや、録音して録音して、逃がさないよ。おい、ナイス。なんか飛んできた戦車飛んできた。ボルトだ、ボルト。え、ボルトどうなったん、落ちたら、落ちたらどうなんのあれ。おお、ようやく爆発した。占領されたか。バッチリ見えとるぞ、こっちからは。みんなもう一応把握してるんだ。ガンガン打ち込むんだ。アイムストップスポッターや。噛んだけど。なんか上にいるな。あやつか。使っただろ。使ったということはもうロックオンされても回避する術がないんだぞ君には。誰か AA。 おお、ナイス5 M5 最高。アイムスポッターさん、あ、ここ、え、もうちょいか。この辺で直線が見通せるんじゃない。目標を一つ失った。アルファ2がヘリ行こう。ヘリ、ちょっとアンチアーマー投げといて。ヘリさ、どこ行った。ヘリ消えたな。オーケー、ナイスナイス。めちゃめちゃスポットできんで。取られちゃった。オッケーオッケー。今や M5 いったれ。いっぱいいるな。A1 は大丈夫か。A1 のスポッティングもしてあげないとな。あららららら、両方取られちゃった。スポット経験値はめっちゃ入ってるけどアシストできないですね、これ。取れ取れ。木で遮られる。ナイス。やべ、砂だ、見つかった。そういう時はこうアンチアーマー投げると。おい、あ、落ちちゃった、落ちちゃった。いて。ブラボー1を占拠した。ユーティの目標ブラボー1を確保している。あ、ちゃんと撃ってくれてるやん。ありがたい。それなら、ロックオンしちゃうよ。くそ、手前か。アンチアーマーで、アンチアーマーで撃退。いっと近すぎた。ナイス。いった、狙われてる。これで狙えまい。ワイルドキャッツでもいいぞ。ナイス。
ボルトやボルト、次はボルトや。ボルトは体力もう半分。いやバレてる、バレたバレた。おいおい、ボルト舐めとったらあかんぞ。ヘリヘリ、いっぱい来てんな。落ちたか。チャーリー1を包囲開始した。ナイス。よし、この味方の。いや味方のね、ボルトかな。ボルトとともに私はソフラムちゃんで援護やな。あのボルトやるぞ、ボルト。行こうぜ行こうぜ、ガンガン。おー、ボルト逃げたか。手前にもワイルドキャットがおりますぜ。ワイルドキャットやろうか。おお、違うとこ行った。あ、ワイルドキャット向かった。スナが私を狙ってきとるな。敵が結構いなくなった。行くぜソフランマン、ソフランマン。ナイス。丸裸やで。輸送機あんで、輸送機。あら、違うの狙ってる。オッケー、ナイス、輸送機落とした。ヘリいるじゃない、ヘリ。このくらいでアンチ。ほら、行ったって、行ったって。いやでもこれ外れてんな。オッケー、守りきりましたね。いやーブレイクスルーのソフラムはめちゃくちゃ強い、一人いたら。まあ、アシスト数はね、もちろん近くでね近接センサー投げてた方が稼げるんですけど、貴重なね後ろから見えるっていうのがね、援軍まで、これが熱いところですねソフラムは。